どうもしゅんです。こんにちは。はい、皆さんにちょっとお知らせがあります。結論から言いますと、留年してしまいました。留年した理由としては大きく3つあって、1つ目は怠慢と過信、2つ目は課外活動、3つ目は責任感の欠如です。1つ目に関しては完全に大丈夫だろうって思ってたんですけど、留年するかみたいなタイトルで、だいたい留年してないっていうのがオチじゃないですか。でも本当に留年しちゃったんですよね。一言で言うと怠慢ですね。自分自身今回新型コロナウイルスの関係で全部授業がリモート授業になったんですよね。今石川県の大学に通ってて、東京に住んでるのでわざわざ新幹線通学しなくていいや、最高じゃん、全部フルタンじゃんって思ってたんですけど、ズーム授業が意外と大変だったんですよね。余裕だと思ってたんですけど、全然大変を取れずにこのような結果になってしまいました。リモート授業だからってそんな楽ってわけじゃないと思うんですよね。皆さんも知っての通り、僕の授業とかも結構レポート出さなきゃいけなかったりとか、 Zoom で参加しなきゃいけなかったりとか、出席が必要だったりして、リポート出さなきゃ出さなきゃって思ってたんですけど、気がついたら日が経っててっていうのが結構ありました。で、二つ目は課外活動ですね。今 YouTube とか自分の会社の活動を精力的に行ってるんですけど、その課外活動によって理由にならないんですけどね、全然全く理由にならないんですけど、火曜の一限の授業の日に打ち合わせがあったりとか、水曜の五限の日に撮影があったりとか、そういうのがたまりたまって単位をポロポロと落としちゃったっていう感じですね。3つ目は責任感の欠如ですね。この責任感っていうことに関して、大学を留年することに対して誰に迷惑かけるかって言ったら、やっぱり関係者の皆さんに心配をかけてしまうんですよね。学費は今自分で払ってるんですけど、親も心配するだろうし、大学の友達も心配すると思うんですよね。そこにおいての責任をあんまり考えずに、今自分のやりたいことを突き進んでたら、結果的に留年してしまいました。いや、学費50万でかいよね。でかいね、学生だからね。俺らはでかいんよ。だから留年したくなかったよ、本当は。お金かかるからね。うん、だからちゃんとしなきゃいけないなっていうのは思ってるんだけど、できないんですよね。しかないからね。うん。ちなみに最近入ってくれた子が高校からの同級生なんですよね。だから僕のことを結構知ってるんですけど、やっぱり皆さんも今これを見てる学生 10% ぐらい高校生も見てると思うので、強く言いたいのは、宿題とかの提出物をしっかり守れる人は社会に出ても成功すると僕は思ってます。僕できないんですよね、全然それが。だから宿題の提出期限ってやっぱ単位に取ることによってもレポート出さなきゃいけないとか、出席しなきゃいけないっていうのをギリギリになってもやる人かやらない人かっていうのは結構な分かれ目なんですよね。自分の場合はこういう YouTube とか活動とか、自分の会社の活動だったら全然やるんですけど、心のどっかでここまで優先順位が高くないって思っちゃってる自分がいて、本当にやらなきゃって思いながらできながらいいんですよね。社会に出ても優先順位、定住管理の能力は必要だろうしね。そうね。いや、本当それはどうすればいいんだろうね。でも高校はちゃんと卒業できたじゃん、強制力あったらね。やっぱここの大学っていう自由な場所でちゃんと自分を律せるかどうかっていうのは、かなりの人間力が試されるというか、人としての本質が問われますよね。正直大学生 YouTuber としてそこまで今売ってるわけじゃないんですけど、いつまでも大学生やってるわけにはいかないので、卒業したいなって気持ちはもちろんあるんですよね。ただもう少し大学生をするんだろうなっていうふうに思ってます。大学留年する人なんて本当に社会不適合者なんかと思ってたよ。自分がそうだから今。いやだからクラスとかにいても本当にヤバい人が留年とかするんだと思ったら、自分がだったからね。ヤバいけどね、自分。いや、当たり前のことをできない人だと思ってたけど、まあ、できてないからね、しゅんそうなんよね。ヤバい人なんじゃない。どうしようね、卒業はしたいやっぱり。僕の今のゼミって15人ぐらいいるんですよね。僕1年去年休学したんですけど、金沢大学の国際学類っていうところと一緒になってるゼミだから、留学した人とかもいて、同い年の人が結構占めてるんですよね。だからそんなに学年違うのをあんまり感じてなかったんですけど、留年したら多分来年とかは一つ下の人と一緒に授業を受けるので、そこの世代間ギャップみたいのは少し感じるかもしれないですね。そこはプラスに捉えて、最近の流行りとか金沢大学で流行ってることとかを吸収していきたいなっていう風に思ってます。大学であんま話さんけどね。そうだね、うん、まあグループワークの時ぐらいだよね。うん、でもゼミも新しいクラスになってから一回も対面がないからオンラインだけなんだよね。やっぱリモートだけだと仲良くなりづらいってのはあるよ。ズーム飲み会とか俺はやりたいよ、ゼミで。インタビューができないじゃあ提案できん。起業に対して提案はできるけど同級生に対してはできない。恥ずかしい。恥ずかしいよ、調子乗ってるって思われたくない。そこは一回気にするんだね。うん、それは気にするね。
実際リモート授業になってから単位いっぱい取れると思ってたんですけど、取得できた単位の数はリモート前の方が多かったんですよね。だからリモート授業になれば取りやすいかってそうではないと思います。なんでかって考えたんですよね。でそれは大学の授業で出会う人とかもいるじゃないですか。そこまで関係値は深くならないにしても、その人たちがいるから自分もやろうかなって思ったりとか、テスト前とかに情報交換したりとかもできるから、大学の授業において対面であることも一定大事なんだなっていうふうに今回改めて思ったんですよね。今大学1年生になって、まだ大学に通ってない人も結構多いと思うんですよね。だから今大学入って1年生でリモート授業になって全然単位取れなくて自分ダメかもって思ってる人は、意外と対面授業になったらまた状況は変わると思うので、そんなに落ち込まずに退学とかせずに頑張ってほしいなっていうふうに思います。何の参考にもならない。誰が誰に言ってんねんって話。取れてないからなお前。確かに。でもリモート授業になって移動時間っていうのはなくなるので、時間は一定空くと思うんですよね。でその時間をインターンに行ったりとか自分のやりたいことに当てるっていうのはすごくいいと思います。最近タイミーの小川くんから聞いたんですけど、大学卒業って普通に自分の会社やったりは YouTube 活動って直接的にあんまり関係ないっちゃ関係ないと思うんですけど、今後海外で事業をやろうとしたりするときに就労ビザっていうのが必要なんですよね。でそれを大学卒業してると取りやすいらしいんですよね。そういう点とかも踏まえると卒業は絶対しといた方がいいんですよ。だから俺はしたいから後期今から履修登録があって授業が始まるんですけど、僕の学部はリモートが多いんですよね。まだなのでリモート授業を頑張って取って、近いうちに大学卒業できるように頑張りたいなっていうふうに思います。大学留年になったとしても人生は続くので、留年ということをポジティブに捉えて前に進みたいなっていうふうに思ってます。そうだ、よく僕大学辞めればいいんじゃないかってめっちゃ言われるんですよね。大学は辞めたくないんですよ。さっき言った就労ビザの関係もあるし、金沢大学という場所があったから今の自分の活動ができてると思ってるので、今の自分の一つのアイデンティティだと思うので、辞めずにちゃんと卒業はしたいなっていうふうに思ってます。できるかは分かんないんですけど、こんな感じで結構明るく話してるんですけど、さっき成績発表を見た瞬間は結構落ち込みました。今後は今の自分の活動も本気で頑張りたいし、大学の方も適度に通って頑張って卒業したいと思います。なので視聴者の皆さん、僕が卒業するまで見届けていただけたらなっていうふうに思います。ということで今日は留年したという報告動画でした。皆さんありがとうございました。